あー、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。おはようございます。これはスポーツの時間やってみましたよ。あー、はい、まだまだ今日はオイル紹介になります。今回、すごい進化を遂げているオイルを持ってきましたので、紹介させていただきます。それがこちら。バーン、ローリングス、スーパーマルチクリーナー3。男前に磨きをかけるシリーズでございます。こちらが、普通のサイズのピンク色。これは遊び心らしいです。で、マルチクリーナー3のこの銀色のタイプもあるんですけど、こちらですね。これのちっちゃいバージョンもあるんですけど、これはピンク色。これがちっちゃい方のマルチクリーナーオイル3で、こちらがスーパーマルチクリーナーの大盛りタイプでございます。こちらが以前の、スーパーマルチクリーナーオイルですね。これが普通のタイプの以前のモデルで、こちらがスーパークリーナー3です。実際にこれ何が変わったのかというと、これね、スーパーマルチクリーナーオイルと比べて、ミンクオイルを増量しているから、捕獲力がアップ。保湿力アップ、ね。シリコンを増量していることによる、ツヤ出し機能がアップ。ツヤが出やすくなった。ということと、あとね、ココナッツミルクの香りがね、つきました。はい。これね、ココナッツミルクの香り、まあ、パッと聞いたら、そんないらねえんじゃねえのっていう方もいると思うんですけど、この、スーパーマルチクリーナーオイル、えぐい匂いがするんですよ、これ。わかりますか？あなた、カメラマンのあなた。なんかガソリンっぽい、石油系の匂いが強いじゃないですか。わかります、わかります。すごい強いじゃないですか。でも、このココナッツオイルの香りが入ったことによって、すごいこのガソリン臭じゃなくて、ほのかに香る、この甘い香りになったということで、お部屋で汚れ落としをする際も、やりやすくなりましたね、だいぶ。はい、実際にね、使ってみないとわからないので、やっていきます。で、開けた感じがね、こんな感じなんですよ。わかりますか、この。以前は結構ドロドロしているっていうか、なんか、ドロドロっていうか、なんか、透明感のあるオイルだったんですけど、今回はこういうなんか、半練りっていうか、生クリームみたいな感じの見た目です。匂いもある生クリームっぽいから、ちょっと食べたくなるよね。それは冗談です。アシックスの、鈴木誠也モデル、ゴールドステージ。で、これね、僕の後輩のグローブなんですけど、僕に手入れをしてほしいから、ちょっと手入れをしなかったんだぞと言ってきたので、これは手入れの違いがあるグローブなので、しっかりと今回新しくなったスーパーマルチクリーナーで手入れしていきたいと思います。それでは今回はタオル、歯ブラシでもいいですよ。タオルでやっていきます。それではやっていきますよ。あ、結構硬いな。え、何これ。あ、ちょっと不思議な感覚やな。あんまりつけていません。それでは上からお願いします。それではやっていきます。うん、ほんまや。お、さすがスーパーマルチクリーナーオイル、すごいな。いつも汚れ落とす力がねすごいんですよ、本当に。スーパーマルチクリーナーオイル、僕ね高校生の時からずっと愛用してるんですけど、スーパーマルチクリーナーオイル、いや汚れ落としの実力はやっぱりすごいですよ。しかも臭くないっていうのがいいね。ちょっと以前のねスーパーマルチクリーナーオイルちょっと臭すぎて僕もちょっと困ってたんで、いやすごい、これは改良点ですよね。いい改良点、素晴らしいですこれは。で、捕獲力がアップって言ったんですけど、確かに捕獲力はアップしてるのかな。まあ前のオイルもね捕獲力が結構あったので、あまり違いが結構大きく出たのかって言ったら、それはそうでもないですけど、やはりしっかりと保湿されている感覚はあります。うん、匂いがいいね。もうあのガソリン臭がしないだけでとてもいい。うん、シリコンアップって書いてあったんですけど、やっぱりツヤは出てますね。しっかりカメラ上でも分かるんじゃないでしょうか。結構うん、ツヤ出とる。ツヤ出てますね。ほら、結構ツヤが、ツヤは結構出ますね。で、以前のタイプよりもほらしっかりと固形状でしょ。結構固まってますよね。硬そうですね。だから結構伸びやすい。歯ブラシとかこういうタオルとかでねやったら、こういう指の間も通りやすいのでいいです。やりやすいな。ほら、こんな感じに内側になりました。どうでしょう。結構ツヤが、ツヤが出てね、すごい綺麗になりました。ツヤが出てだいぶ綺麗になりましたね。すっごい綺麗になりました。かなり汚れも落ちました。スーパーマルチクリーナー3なんですけど、こちらが 230g で1300円、で 400g で1900円ってことで、まあ、どうせこれを買うんだったらこっちの方が、お得だと思うんですけど、こんな量使わないよって方は
こちらをおすすめするんですけど、僕はもっと毎日オイルを使うんだって人はこの大盛りタイプを使った方がいいかもしれませんね。やっぱり一番大きいところは何度も言うんですけど、匂いが、抑えられたっていうか、逆にいい香りになっちゃったぜみたいな感じがとても印象的ですね。で、変わらず保湿力もありますし、艶を出す力もあるということで、やっぱり汚れ落としの王道スーパーマルチクリーナー、さすがですね。まあ、これを見て欲しくなる人もいると思うんで、ぜひスポーツ屋などで見かけた際を、ご購入を検討してみてください。今日のオールスポー以上です。アウリッシュ。はい、というわけで2月のプレゼント企画です。今回はこちらブリッツの軟式用グローブ、こちらやや固めの革で軟式硬式どちらもいけると思います。こちらを1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。そして今月のイベント告知です。今月は2月ということで、2月の17日日曜日に鳩屋スポーツさんでイベントを行います。先月1月同様に夕方4時から自分が1日店長ということで、またお店に行ってグローブを手入れするサンプルオイルを準備してもらいましたので、またお店の方に足を運んでください。2月の23日土曜日、そして24日の日曜日、 KB スポーツさんの3周年記念イベントを行います。自分と野球チューバー向こうさんでKB スポーツさんにお手伝いに行かせていただきます。で、土曜日23日は野球教室ということで、45分間1コマの野球教室を行います。詳しいことは全て概要欄に記載しておきます。そして最大イベントはその翌日の24日 KB スポーツさんの3周年記念くじということで、今回もまた豪華な景品が当たるくじを用意するとのことなので、ぜひ皆様 KB スポーツさんにお越しください。詳細等は全て概要欄に記載しておくんで、ぜひチェックしてみてください。以上、イベント告知でした。